一時はどうなるかと思ったけど、すっかり晴れてきたじゃない。あの激しい雷雨はこの打天使ヨハネへの試練だったということかしらね。その証拠に雨にも雷にも屈することなく外に出たヨハネを空が祝福しているわ。くっくっくっ。あ、でもこっちは晴れたけど、内浦の方はどうかしらね。リリーの家の方もなんともないといいんだけど。まあこの打天使ヨハネのリトルデーモンならあの程度の雷雨に負けたりはしないわよね。きっとリリーのことだから雨の音も雷の音も案外楽しんでるかもしれないし。そう思うとリリーって結構すごいわね。雷の音をイメージした曲とか作り出せちゃったりするのかしら。もしそんな曲があればぜひ聴いてみたいわよね。ヨハネとの親和性が高い気がするし。打天使のライトニングなんてどうかしら。なかなかいい感じじゃない。試練に打ち勝ったヨハネの新たな力が目覚めちゃうかも。